テアチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。スカイです。千鶴、メカ、ソタ、リキ、タカ、ダッチャン。この6人で活動してます。はい、よろしくお願いします。2013年12月26日のステアウェイズウィンターライブおもちゃ箱、私たちも出演が決定いたしました。めでたい、めでたい。よかったね。まあ、4年目ということで、あの最後のサークルライブになるんですが、ね、悔いの残らないように、はい、みんな頑張って練習してみます。頑張ってます。はい、頑張ります。温かいバンドですね、とりあえず。まあみんな4年生の同期バンドで ね、まあ1年の頃からずっと組んで、一緒に歌ってきた、ね、長いね、そう考えるとね、長いっていうバンドです。はい、バンドです、はいはい、基本的には J-POP、 なんか有名じゃないやつ、有名じゃないJ-POP を主に歌っております。さん鎌倉に行ったことかな、私の中で大きいのは。みんなで鎌倉に行って、みんなで行ったことのない、なんだっけ、あの教会じゃない建物ね、なんか古民家みたいな、そうそう、民家、館みたいなところで歌ったんだよ ね、それライブがあってね。そうで、おじいちゃんおばあちゃんの前で歌うのも初めてだったじゃん。そうだね、年齢層的にも思い出に残ってますね。懐かしい。大阪とかね、行ったこともありましたね。そうだね、遠征でね、2回ほど。まあいろんなところに行ったことですかね。そうですね、うん、はい。リードが可愛い。リードが可愛い。よく可愛い。よく可愛いって言われてる。じゃあそういうことにしとこう。よく掴めない。魅力的なリードがいるからね、成り立ってるね。そうですね。はい。はい。はい、まずどう思ったかでいいんじゃない？誰か。嬉しい。ほら。そうね、まあ。さっきも言ったけど、僕たち4年生でね、まあ、最後のウィンターライブってことだから、まあすごい単純に嬉しかったよね。最後の最後にまた、まあ、歌えるっていうことかな。熱意、熱意、熱意。この力が熱意、この力が熱意って感じたことない今までずっと。いや、4年間やってきたことを、うん、まあ、全部出すつもりで、うん、歌いたいと思います。すごい熱意です。熱意溢れてます。はい。私のおもちゃは兄弟でした。はい。すごいね。何人兄弟なの？6人です。多い。下にいっぱいいるから。お姉ちゃんだからね。回しなかったね。いいおもちゃだよ。下おもちゃが、おもちゃがいっぱい。私たちのコンセプトで今回言っているのは、未来への希望を伝えられたらいいなっていう部分なので、まあ、それに合うような歌詞であったり、まあ、明るいイメージの曲であったりっていうのを今回取り込んでるので、そこをぜひ感じてほしいなって思ってます。それでは12月26日、鶴見駅の鶴見区民文化センター4階サルビアホールでお待ちしてます。待ってます。